ファミ通アップデッキクラロワ TV。 イエーイ、今回はですね、はい、なんとゲスト、キヨキヨさんをお迎えしてですね、よろしくお願いします。はい、やっちゃいますよ。よろしくお願いします。来たな、来たな、来たな。今日何をするんですか、ちなみに。岩田くん、何するの今日。今日はですね、うん、なんと私、はい、クラロワ無課金プレイヤーの岩田ジュビロ、うん、レジェンドアリーナに到達しました。ありがとうございます。まさかね、こんな日が来るとはね。はい、この前のね、生放送の時にね、やって、はあ、ね、見事3000超えました、はい、うわー、じゃあもう技術パンパンってことですね。いや、もう技術でしかやってない。もう腕はあるけど、はい、カード差で負けてるとか。いやいや、もう本当そうですよ。で、調子に乗ってるんで、はい、キヨキヨさんにね、一回ね、ボコボコにしてもらおうかなと思って。いやいやいや、それ結構ハードル高くないですか、負けた時。ないない、所詮岩田ジュビロなんで。いや、まあ、キヨキヨさんはね、カリスマですから。いやいやいや、じゃあガチバトルということでございますね。ガチバトル。負けたら、バンジージャンプです、ね。ちょっと待って、バンジージャンプどこで、マカオ。マカオ。マカオ。行くんですね。行っていいの、俺たち。歌舞伎座タワーでもいいです。歌舞伎座タワーバンジー、絶対怒られっかんね。はい。というわけで、ルールは、3本勝負で。3本勝負。はい。タワーをね、落とした数、クラウン数、ほう、合計値で決めちゃいますね。うわ、はい、じゃあ3クラウン狙ったりするのもありですね。ありでしょう。なるほど。はい、というわけでね、はい、で、キトはね、自由に全然やっていただいて構わないんで。わかりました。はい、僕はもちろん、はい、まあ、レジェンドに到達した時のデッキを、はい、自信のあるデッキでいきたいと思います。私も今マルチでバンバン勝ちまくってるデッキでいかさせていただきます、はい、でも早速やっちゃいますか。はい、はい、じゃあ、キヨキヨさんちょっとね、申請してもらって、はい、出しまーす、ポン。はい、何でしょう。おっと、なんとフレンドバトル、はい、あ、来た来た、もう始まった。なるほど。さあ、こちら、今私の Facebook フレンドがですね、はい、見てますね、3人あのね、キヨキヨさんの Facebook フレンド何時まで起きてたそうなんですよね。謎だな、ほんとに。ほう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 。おっと、いきなり来ましたよ、はい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 、あんまりエスカレーターになってないが。なってないっすね。ねえ、どきましょう。一発入る気に。なるほど。あー、結構入りますね。結構入る。ちょっと待って、これ入りましたね。これがレジェンドなのか。4発。これがレジェンドです。来ました。そしてセパレートだ。あ、待って、ここはできるのか。言われた。お、今ね、僕結構いい処理見せましたよ。ナイスダップ。なるほど。あー、ちょっとアイスミスいらない。なるほど。ちょっと待って。あれ、ちょっと待って、なるほど。キヨキヨさん、はいはいはい、なるほど。はいはい、いや、まあここは、まあ今800しか残ってないですけど、はい、許容範囲ですね。なるほどね。全然許容範囲ですね。800ぐらいであれば問題ない。だって落とされてないですから、事実上。確かにね。そうなんですよ。ジャイアント出てきたな、今な。なるほど、なるほど。ジャイアントは、岩田も結構ジャイアント綺麗に勝利します。これまた同じパターン。今の、そうですね、セパレートが。なるほど。あー、タン！やばい！ちょっと待って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 。おー、なるほど。全然許容範囲です。これもあとはファイアボール一発。全然許容範囲。やって。なるほど。最初なんて言いましたっけ？スリークラウン、そう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 、クラウン勝負ですよね。クラウン勝負ですね。これでもね、3本勝負の総クラウン数ですよ。ジュビロのタワー結構まだすっげー元気だけど。全然1本ぐらい ね、 ね、気にならないですね、私レベルになるとやっぱり。セパレートは来た来た来た。まあまあ、まあ、あんまね、セパレートで使うことないんですけど。セパレート、まあセパレートはまあまあまあ。あ、全然。あれ。全然余裕ですね。これがキヨキヨ流。これキヨキヨ流なんですよ。ハンデかな。水を切らして骨を断つ。これは骨を切らせて肉を断つ。さあ、行け。おー、来ました。なるほど。行ってこい。行ってこい。あと、キング。いや、もう全然許容範囲なの。あれ？キング起動？来ました。来たけど。はい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 。はいはい。こっから、こっから、こっから、こっから。こっからね。で、どうせ角出しでこう、ドバンってくるんですよね。あれ？おっと？おっと、来た来た。来ませんね。おっと！なるほど、全盛り。ただこれは受けられるでしょう。でもこれは、これは待てよ。おー、タップで勝利してくるスタイル。ただこれはジャイアントが生き残るでしょう。さあ、これね、はい、行きました。なるほどね。よし、行ってこい、行ってこい、行ってこい。はい、なるほどね。アイラブゴリ押しロワイヤル。あ、ゴリ押し、ゴリ押しこっちもゴリ押しロワイヤルですよ。これなんと実はまだ5で、あれ足りないけど、あと18秒しかないですけど。あと18秒。やばいやばいやばい、残り、早く足りない。やばいやばい、怖い怖い、残り怖い怖い怖い、10、怖い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 、怖い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 、ファイブ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 、
ってちょっと待って。ホッカホッカ、まだマジか。マジか。マジか。俺がキヨキヨだ。俺キヨキヨですよ。残り1秒したね、お前。わざとやったんでしょう、これは。いやいや、やっぱりパフォーマーですからね。やばい。あ、しょうがない。今やばいって言いましたね。やばいって言いましたよ。やばい、あそこは俺切りたかったな。ただ岩田くんでこのまま1本取っていって。おー、マジか。はい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 、そんな出し方あるの。なんとキングか、これキング狙いか。さあ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 、やっぱりいったぞ、だいぶいったぞ。このゲームは3クラウン取った方が勝ちですからね。そうっすね。よし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 、まあ、落ち着いていこう、落ち着いていこう。ジュビロとしてはなんとか守リードを守りたいが、リードしてないが守りたいが、一発お抑えましたね。あやばいやばいやばい。これね、僕ね、もう勝ってる予定だったんですよ。うわ、きっつい、これ第2陣来ました、来ました。これきっついな。1800、1700、1600、1000、いけ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 、これきつい、これきつい、600。うわ、待って、頼む頼む、やばい、ちょ、待って待って待って、よっしゃー、マジかー、なんとなんと、マジかー、とんで3対1だ、マジかー、これがキヨキヨ、これがキヨキヨですよ。岩田くん勝ったと思ったでしょ。これきついね。さっきのね、いや僕も超絶対負けだと思いましたね、今。いやいやいや、まあまあ、でもこのゲームは今回は3回勝負するんですよね、はいはいはい、そうですね、今3対1で急遽有利ですね。そうですよ ね、まあまあ、でもちょっと申し訳ないんですけれども、はい、僕がクラウン数9でちょっと勝利してしまうかもしれません、はい、やばいやばい、これジュビロどうする。僕ね、ずっと思ってたことあって、はい、あれ、スケルトンラッシュって、はい、チートだと思う。チート、いやいや、チート、それないからね。あ、じゃあスケルトンラッシュ別に使わなくてもいいですよ、別に、はい、いやいや、別にどうぞどうぞ。なるほど、スケルトンラッシュの対策はしていくんで。なるほどなるほど。キヨキヨさんといえばなんか他にもね、ちょっとね、いろんなデッキあります。そうですね、ちなみにデッキ変えるのはありですか。いいですよ、毎回変えていいですよ。はいはいはい、じゃあ何デッキでいくかちょっとあれですね、はい、作戦ですね、これも、はい、これも準備できたらキヨキヨさんまた申請してみてください。もう僕 OK ですよ。はい、1回目はこんな感じでしたね。 OK です、僕も OK です。スケラデッキバスス、もう余裕ですね。はい、お願いします。お願いします。3対1、キヨキヨ有利。3対1、結構あれですよね。これはね、はい、もう勝ち逃げしたいですね。ここでキング取ればほぼ勝ち確だが、来ましたよ、開幕。これさっきキヨキヨさんだいぶダメージ受けましたよ、これ。今回は抑えますね。ただまあ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 、これは見届けますね。もう一発、オッケー、もうザップいきましたね。オッケー、もう一発、オッケー、届けますね、オッケー、オッケー、スパーキー、ここですよ、これ。あの、マジでネタじゃないですよ、僕はスパーキーで勝ちまくってますけど、正直スパーキーね、スパーキーは克服したって言った気がするんだよ、スパーキーはね。おっと、逆サイ、やばい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 、これ見せた、これはやばいぞ、これ見せた、これ。いや、いや、ちょっと待って、アイスゴレ何してんのこいつ。おっと、ただいや、全然いいですね。あの、これは止めないと終わる。これまずいぞ、これ。やばいやばいやばい。でもさ、あり。あり。あ、でもまずい。コン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 、ガツン、こいこい。いや、でもジャイ殴りが割と効いてますよ。ジャイ永久に殴りが入りますよ。永久に入りますよ。永久に入りますよ、これ。やばい、くっそー。いや、でも今ね、アイスミスの竹ね、ジャイの方が良かったんですよ、僕的にはね。でも、まあ、ありっちゃありですけど、これいい勝負ですね。うわ、どういこう。ただ、キヨキヨさんはこれ残り1本149。これはもう5で終わりですね。おっと、おっと、これは入ったか。ちょっと待って、これはまずいぞ。入りましたね、これ。まずい展開だ、これは。いったんじゃない、これ。1、これまずい展開だ。どどどどどしゃ、あ、危ない。3発、危ないな、これ。おっと、おっと、行きましたね、1発。そういうスタイル、そういうスタイルですね。やべやべやべ、なるほど。ちょっと待って、これまずいぞ、これは。これはやばい、これまずいぞ。殴り合いだ、殴り合い。1、1、止まんない。うまい、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 はい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 、まずい、ちょっと待って、今の受けはうまかったぞ。ちょっと待ってよ、ちょっと待ってよ、はい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 、ここでね、2-0 まで持っていければ、岩田くんだいぶ、そうですよね、同点、同点。よしよしよし、2倍タイムきました。2倍タイムからスパーキーデッキはもう覚醒します。はい、いくぞ。スパーキーいっぱい飛んでくると考えると、これ結構きつくない。お、ザップいきましたね。あ、今ボーンってする必要なかった説あるな。そうですね、5いらなかった説ありましたね。説あります。はい、むしろ400。さあ、ただはい、メガゴが来ましたよ。メガゴ来たけど、まあここノックバックするからこそ、ノックバックというか
このリコイルがね、ジャリの後ろにね、これはジャリの後ろ、これきついな。おお、あと2体目きたー。これきついなー、これきついなー。ここは岩田くんだ。ねえ、ダッタン、よし、抑えるしかない。いや、そこのメガゴはまずいんじゃないか。あれはね、スパーキーを処理しないと一発撃たれますよ。うわ、なるほど、間に合うか。ちょっと今のパーゴ一発いいんじゃないかな。でも400か、ちょっとまずいな。これここは 1-0 でもいいから岩田君は勝っておきたいところ。ちょっとこれまずい、これまずい、来ましたよ、これ、これまずい、これはまずい、はい、これはまずい、1、これはまずい、これはまずい、来たー、やばい、やばい、やばい、マジか、危ない、危ない、危ない、最後まで回すしかない。あ、来た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 、くそ、なんと 2-1 でジュビロ勝利。うわ、これは今ジャイ2体目出したね。これ勝って、いや、これ余裕だなと思ったら、うわ、これ今4-3。ただキヨキヨさんまだ1本有利。僕今まあ、はい、勝負は1本1本ずつ取ってるんです。はい、はい、キヨキヨ普通すぎワロタです普通すぎワロタどういうことですか。ただ岩田くんは今負けてます。4対3。いや、弱くもない、はい、弱くもない、強くもない一番辛いやつですそうです。特徴がないのかキヨキヨは次、今4-3ですね、はい、4-3なんで岩田くんは勝てば勝ちですね、実質的に。なるほど、勝てば引き分けか、うん、勝てば1本で勝てば 1-0 で勝てば引き分けです、はい、引き分け、おっオッケーです。はい。まあ、僕はオッケーですね。はい、行きましたよ。よし、最終戦。ごめん。エリババロワイヤルなんですよ、はい、このゲーム。エリババロワイヤル。4-3、キヨキヨ有利で、これちょっと。なんかちょっと手震えるんですか。手震えるのは天骨だぞ。いつも震えてっかんね。おっと。いきなり行きます。ファイボー。これは通らないかな。まあ、でも入りますね。一発入る、一発入りません、入らない、入んなかったか、これはうまい、入んなかったか、よし、うわー、ちょっとタイミング悪い。ジュビロは全く同じデッキだってことですね、ほぼアイスウィズ対メガホキャンサイから、これホグか、おっと、なるほどね、あっとバルーン、ただ効かない、ドン、おっと、やばっと、あ、や、うっそ、どん、ちょっと待って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 、おっと、うわー、入った、はい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 、マジか、これはまずい、これはまずい、これは10キロの方がダメージでかい。ちょっと待って、今の入るのか、オッケーですね。キヨキヨデッキはバルーンを受けられるようなのはあまりいないような気もしないでもないが、いや、大砲でちゃんと、もう最大限引き付けないとダメなんですね。なるほど、さあ、どうする、ここから、うわ、きつい、仕切り直しだ、これまた、おっと、来ました、エリババ、お互い同じようなコンビ。ダメ、これは何してん、何してん、いや、間に合いましたが、危ない、いや、これは良くない。ただこれ大砲使ってしまったという、何点もありますね、これね大砲による誘導が効かないぞ、これは、まあ、まあ、全然 OK ですね。まあ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 、はい、エリババ、エリババ、ほんと怖い、いきなり来るから、まずいったら負けですからね、このゲームね。さあ、ホグアイスピ一気に行くが、これ届くか、ドン、よっしゃー、いいぞいいぞ、一発2発、はい、持っていて、持っていて、持って3、はい、からの4、5行こう、5行こう、5行かない、が逆転しましたね。来ますよね、バルーン来るんですよね、わかりますよ、僕はバルーン、クエスチョンマーク来ましたよ、クエスチョンマークが、ほうほう、あれ、これ岩田君大丈夫なの。あ、同じ置き方しますね。おお、あら、これか、火力が足りないんじゃないか、いけたいけ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 、一発スコン、うわいいぞいいぞ、ただこれ残り30秒ぐらいしかない、これはどっちか落とさないとかなり厳しいぞ。来ました、バルーン、バルーン、こっち見て、あー、疲れ、よし、何してん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 、よしよしよし、映画効果1、止めて、うわー、危ねえ、危ねえ、待って、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、怖えー、これは大砲で止められるでしょう、怖えー、残り13秒、これ受けないとやばいですよ。ファイヤーボール、いったいった、あー、守れ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 、よく守れ、3、2、1、イエーイ、危ねえ、はい、キヨキヨさん1-0、トータルは5-3かな、はい、5-3でキヨキヨ勝利です。おっしゃ、どうですか、やっぱレジェンドっていうのはそんなに甘くない、まあ、甘くないですよ、やっぱ4000以降の壁がね、やっぱ熱いですからこの世界は、はい、
この世界甘くないよってことです。その割にはめっちゃ喜んでました、ね、いややっぱね、はい、うん、いややっぱ、うん、スーパーセルに、うん、なんだそのスーパーセル命を預けた男です。くそー悔しい、はい、まだまだ修行が足りないと、はい、はい、ね、これからも頑張っていただきたいですね、山崎様、はい、今回はこんな感じですかね、はい、はい、ちょっと岩田君にあれでお願いしようかね、はい、じゃあ、ファミツアップのチャンネル登録よろしくお願いします。 PC でご覧の方はミニシャの登録ボタンから、スマホでご覧の方は動画の概要欄から、はい、チャンネル登録やっておりますので、ぜひよろしくお願いします。チャンネル登録していただきますと、私のテンションがギュギュッと上がりますので、ぜひよろしくお願いします。キヨキヨさんもね、これ宣伝しといた方がいいじゃないですか。そうですね、皆さんキヨキヨのチャンネルの方もぜひともチャンネル登録してお願いします。グワーッとね、テンションじゃない、モチベーションがね上がりますので、よろしくお願いします。はい、では今回はこんな感じでまた会いましょう。ではさよなら。よろしく。